ティラノデジロンです。今回はねこちらヤリカにお邪魔してます。昨日ねチャスマック EA こちら出てるんですけど、日本のねクラン紹介したと思うんですけど、もう一クランねウォームアップトーナメント勝ち上がっております。それがこちらヤリカと、メンバーこんな感じで、スタドラコマくん、フラクシー、モリオ、チョコと、かなりね日本人なら、日本でねクラクラやってきたならね、すごい豪華なメンバー揃ってると思います。なぜかね去年の世界大会で準優勝だったトライブゲーミングのねフラクシーがここに入ってるんですけど、ちょっとよくわかんないですけどね、このメンバー面白いですね。今日はこのメンバーリプレイね紹介していきたいと思います。早速やっていきましょう。さあ早速やっていきましょう。ちょっとねメンバーがねたまたまインしてたのでね、おすすめリプレイ聞いたらねこちら紹介されました。コマくんのマルコス e スポーツ戦のリガホグということでね、リガホグっていうと基本的にやっぱねタンホール側からクヒ行きたくなるっていうか、まあそういうもんだとね思われがちなんですけど、逆サイドからの最終的にクヒでタウン取っていくんですけど、これめちゃくちゃねうまかったです。見ていきましょう。ウォールブレイカーで拡張を狙うようなうまいです。スニゴブサイドカットでクヒをまずはやっていきます。ちなみにねこれね防衛入ってるんですけど、まあ前にも紹介したことあるんですけど、アマールグプタってね元クイーンウォーカーズのねマネージャーやってて、今もねナビでちょっとマネージャー的なことやってる外国の人、インド人ですね。うん、対戦のねなんかスケジュールとかそういうのをね組んでくれてます。はい、大会の登録とかね交渉とかね、その辺のねめんどくさい雑務なところをねやってくれてました。さあいい感じにクイヒ、この誘導めちゃくちゃ強いですね。で合わせていった時に逆サイド安いパー吹いてるっていうところと、まあタウンホールねこっちにある関係上基本的に左から入りたいっていうところで、まあラバルとかよりもディガホグで数で押していく方がいいんじゃないかなって判断になったのかもしれないですね。ポイズンターとかもあるしね。さあ援軍をかなりいい位置で処理ができつつ、ここからね1マス空いてるところでね、このままぐるっとクイヒ動かすのうまそう、うまそうというかめちゃくちゃ強そう。さあレイジ置いて安い当たるところ、ストライカーも一応添えてはいるんですけど、さあスニゴブカットからのキングトーカ弊社を置いてのディガホグスタート、ホグプラスストライカーとかもしっかり相手のキングに合わせてクイヒーをこのままねタウンホールまで投石。このクイヒーのバリューがめちゃくちゃ高いですねこれ。さあこのままうわやば凶悪超爆弾が出てきたんですけど、トームがねまだあるんでね、このタイミングかな、ここで撃ってきましたね。さあポイズンタワーしっかり引きつけて誰もいなくなったところ、さあクイヒーの方もしっかりレイジを着つつ、あとはタンホールインビジブルのところだけですね。さあここはヒールも合わせてめちゃくちゃ強いね。確かにこれはおすすめされたんですけどね、おすすめされるだけのね。さあインビジブルタワー出てくるんですけど、ここはもう一回打つか、もう一回打ちましたね。クロックは温存してもう一度合わせていきつつ、呪文がたくさんあるからね。さあインビジブルタワーの方も先に折ることができて、インビジブルほぼ意味なしと。表から入るとねこれ厄介なんですけど、横だったり裏から入ったことによってとんでもないバリューですね。オフレイうんまガーサス。さあ続けてもう一人森尾さん、こちらもね日本最強の15人集めたらのねシリーズで参加してもらってる方ですね。戦術幅が結構広くて、まあ、クイラバだったり、まあ、回によって、その月によってやってる戦術が変わってるような人ですね。今回はクイラバ。結構スーパーボーラーだったり、この辺も使ってたり、エレクトロタイタンとかね。うわ、ギリギリ。あ、投石、クイーンじゃなかったな、ってさ。さあテスラモリが出てきたところ、ここバルーンでサイドカット入れつつ、ホーミングチェックのバルーンもしっかりホーミング解除できましたね。さあいい感じにスニゴブカットも入れつつ、初見殺しのねトラップ結構出てきたんですけど、綺麗に誘導ができてます。さあコマくん、森尾と、ここがね UOL、 元 UOL のね2トップ、日本最強決定戦だっけ、名前合ってる、1対1のねトーナメントの時もねコマくんと森尾さんでぶつかってましたね。さあここはキングにキングを当ててストライカーも添えつつ、ウッドランチャーで食い火の道を作っていきつつ、ここホグライダーでこれトラップ解除、援軍釣り、ウッドランチャーの盾みたいなね、いろんなものを、あそれよそイクスケも吹っ飛ばしつつ、いろんなものを兼ね備えたそういうウッドランチャーが入ってって、そしてここからモノリスの盾になってくれるわけですね。イエティとバルーン、北川ロイヤルチャンピオンも追加で、もう一回ここフリーズかけていきます。アイゴレのフリーズがうざいですね。さあいいタイミングで
ターゲットはイエティが引きつけてくれつつ、ロイヤルチャンピオンの方でね、投石の方、モノリスの方まで行きましたね。タタンホールはここをラバルで取っていきます。タウンラバルができるというところで、まあクイヒーラバルがね、唯一無二のところ、唯一でもないけど、まあ、基本的にね、タウンホールをね、こうユニットで取ることができる戦術って本当貴重ですよね。さあストライカーも合わせてタウンホール裏のロイヤルチャンピオン突破しつつ、クイヒーの盾をね、イエティでワンクッションウッドランチャーから出てきたやつらでね作ったことによって、クイヒーかなり苦しい地帯だったんですけど突破して、ロイヤルチャンピオン潜っていって、いや素晴らしい、アタックの質が高いですね。やっぱりメンバーがね、メンバーなだけでね、レベルがマジで高いです。ここは強い、割とね世界から見たらね知らない、まあクラン名がだいぶふざけてるんであれなんで、結構知名度低いけどバカ強くね、ここどこってなると思います、世界が見たら。3人目はフラクシー、すごいよね。トライブで世界大会準優勝だったイギリスだったかなの人なんですけど、ドイツだったかな、なんでいるのっていうのが普通のシンプルな感想なんだけど、6-1天才のクイヒーライダー得意ですね。フラクシーはね、タウンクイヒーがマジで好きなので、6-1天才とかこういうの好きですね。シングル IT とインビジブルタワーをぶっ飛ばしつつ、キングを、まあ、援軍釣りだったりも兼ねて第一クロスマルチの方へ。クイヒーがねタウンホールのところ入っていくんですけど、天才とこのキングによって火力がめちゃくちゃ下がってますね。しっかりとタウンホールの方まで届きましたと。内側通したいのかな、アーチャータワーがすごいね簡単に折れるところ、バルーン一体で処理をやりつつ、ホーミングチェックのバルーンを縦にいいタイミングで投げましたね。トライブから抜けたってことですね、これで。トライブも、誰だっけ、エクソシストがね、引退をしたことによってメンバー変わりそうなんですけど、最近、ナビもそうなんだけど、大会系がね、今、ウォームアップトーナメントがやっぱり出てる関係で、世界大会に出てたクランの現状みたいなのがね、ほとんど見れてないので、メンバー変更してどういう形になってるのかも楽しみですね。さあ、ドラゴンライダー、ロイヤルチャンピオン、ストライカー、全部ぶっ破していってのレイジトーム。うん、ここストライカーもね、後々キングと殴るところ、しっかりレイジに乗るようなところ、意識したレイジ。クイーンの方までストライカー走り寄っていって、攻撃は入ってますが、処理はできてないかな。このストライカーも足止めさせられちゃいましたね。クイーンの方はクローク突破しつつ、レイジフリーズをどう打つか。ロイヤル、ドラゴンライダーの方にレイジ打っていって、ロイちゃんの方は能力発動していきましたが、すごくいい感じにブーメラン飛んでくれた。さあ、ラストフリーズやってって。結構もう、すごい好きそうな形してたな、フラクシーの。ドラゴンライダー強いっすね。1、2、3、4体残って、ボマーも使ったんでね、6体編成かなと思うんですけど、まあ、かなりシンプルで、こういうタウンクイヒー好きですね。まあ、特徴の出たいいアタックかなと思います。強いね。メンバーめっちゃ豪華じゃない。メンバーの豪華さで言ったらね、まあ、日本でもナビに続く匹敵するレベルかなと正直思いますね。ガーサス。さあ、そしてチョコさん。こちらもね、結構有名なんですけど、2個前かな ?2 個前の世界大会にね、忍者で出てた人ですね。忍びマークがついてます。6-1天才のドラゴンライダー4体とラバ1。まあ、こういう編成が、かなり好きですね。スーサイドラバル系でね、なんか各所区画攻めみたいな攻めが特徴的なんですけど、さあウォールブレイカーだいぶ走ってって巨爆2個解除。これはクイーンをタウンホールに入れていくのかな、キングでこう入れてっていうイメージなのかな、それとも、うん、まあそうですね、さすがに。いい感じにキングを誘導できてます。フィスト使ってクイーンのターゲットがね入らないように、ここリクスケ置いてロイヤルチャンピオンをつなげていくと、援軍の方が出てくる。相手もね QSFN 変えたのじゃん。ブラジルのねかなり強いクランですね。まあ、世界大会出てないクランがね予選を戦ってるわけなんですけど、まあそういう、まあ最後の方になってくるとね、やっぱ強いクランがぶつかり合いますね。ロイヤルチャンピオンブーメランやりつつ、投石機の方までしっかり突破ができました。さあ、タウンホール。うわー、イゴレがめっちゃいいタイミングでフリーズした。突破できるかな？
おお、なんとかこれはタウンホールを先に射抜くことが、うわナイスディギーだなそれ。うん、突破できました。まあ一応キングもフェニックス残ってたからね。さあ上からのドラゴンライダーなのかなこれ。そしたらバルーンですね。まずはドラゴンライダーですね。バルーンをターゲットさせつつ、ドラゴンライダーを後ろからターゲット入らないようにマジでちょんちょん出してきますね。でボマーを残ったマルチ IT の方、まあ、これはもともとね残ってるプランなのでしっかりさせていきつつ、まあ、これかなりバルーンで盾取ったことによってトームをかなり奥で打ちたいっていう意味合いがありますね。さあストライカー、これはうーんギリギリトーム入っていく。まあどっちにしろキングが残ってないからね、ギリギリまで引っ張っていきつつ、残りフリーズ3枚とラバーがまだ残ってますね。ドラゴンライダーで突破していきつつ、裏の対空砲に対してバルーンを刺していく。この編成ね、やってみるとね、強いし楽しいんですよね。学攻め。うまい。さあ、残りフリーズ2枚は、バルーンも。まあ、ドラゴンライダーがね、マルチ IT に強くて、バルーンはマルチ IT に弱いじゃないですか。結構、補完し合えるところでね、強いんですよね。単体の対空砲とかはね、ラバが、ターゲット取ってくれて、ドラゴンライダー逆に対空砲に弱いんですけど、そういったところをね、補完し合える、かなりいい編成ですね。さあドラゴンライダー貫通しつつ、バルーンも大量に残っての前回、うまい。これもかなりチョコさんらしいアタックですね。素晴らしい。ガーサス、うん、ナイス。さあまだ紹介されてない最後の一名はこちら、スタドラとクイヒーラバルですね。クイヒーラバル、うん、スタドラか本当に。最近なんかクイラバやってますね。スマッシャーだったんですけど、ホグを盾にしつつしっかりバナチェックしつつ、シューターセット大砲をまずは切っていきます。この大砲切りによってね、この迫撃砲が浮くんですよ。この迫撃砲を浮いてこのバーバリアンでターゲットを取っていくことによってシューターを守っていくと。最近よく使われてますねこのやり方、ぜひ皆さんも覚えましょう。さあバーバリアンね、これ一発で死ぬようになりましたからね、気をつけましょう。まあ、ババアーチャーとかもね出してね。さあこのまま中心部へウォールブレーカー使ってマルチインフェルノのとこつけます。キングはイーグル砲の方へ。テスラモリもねちょっと出てきてるんですけど、フェニックスついてるところと、あーポイズンタワーちょっと強い。出てくるバーバリアンがどんどん溶けていく。クイーンだいぶ HP 削られてるぞ。ギリギリなところイーグル砲も降り注ぎます。ドンドンドン、ギリギリですが耐えていく。さあもう一層ウォールブレーカー使って、イーグル砲は撃つ前にキングがなんとかギリギリですが間に合いました。一発で済みそうですね。はい、さあ中心部ここはモノリスを固めていきつつクイーン入れていって、シューターの方もねクイーンの量、あテスラ出てきた、バレちゃいましたね。クイーン中心クローク、相手のクイーンマルチ IT モノリスというところ。さあここはインビジブル守っていって、クイーン処理をやりつつタウンラバルをやっていきます。さあ赤爆ヒットで、あーヒーラーが全滅。さあタウンホール、ここは一気のトームでタウンホール突破していきつつ、うん、ちょっと時間かかりましたね。モノリス裏まで行きつつ、まだロイヤルチャンピオン使ってないんでね、こっからロイヤルチャンピオンを使って、まあ、スタドラといえばね、自利品になりながらも、苦し紛れの全開というのがね、彼の持ち味なんでね、一回苦しむところから始まります。さあ、ヘイストで走らせていきつつ、ロイヤルチャンピオンを合わせて上から、ドラゴンライダー大事にしたいですね。ドラゴンライダーとロイヤルチャンピオン、ウォーデンが合わさって、投石機を殴っています。残ったバルーン3体で、まあ、防衛施設の破壊に行くのか対空砲のタゲを取るのかというところですが、ここはブーメランを先に撃つことによってドラゴンライダーの延命をまずしに行きましたね。さあそしてこの最強ディギーが第一クロスを止めていきつつ、裏のテスラに対してバルーンを当ててること、これでのフィニッシュ、うまい。ブーメランを使ってね、対空砲だったり防衛施設を飛ばすことを先にやってきましたね。まあ HP ギリギリのブーメランだけじゃなくて、今みたいな戦略的ブーメランもねしっかりやりつつ展開取りましょう。ガーサス。さあちょっとね、もうちょっとリプレイ見たいな、まだまだ物足りないなと思ったので、もう少しだけ見ていきましょうか。さあフラクシー、ホーミングチェックのバルーンをしていきつ
つ突撃艦を、まあ、そんなにフォーミングチェックしてないところから来ましたけど、刺していって投石クイーンのところへレイジーエティを刺していきます。よ、結構これもね、フラクシーの好きな形っぽい。さあ、ウォールブレイカーでマルチ IT の方へいい誘導、うまい。このまま対地クロスマルチ IT、 イーグル砲も打てそうだし、援軍もいい食い引いルートですね。おお、いいホーミング、だいぶ解除がいろいろ見えましたね。ジャイを盾にウォールブレーカーをつけることによってクイーンの出口を作っていきます。さあ、援軍はこれ食い引きからするとめちゃくちゃ美味しいエレクトロタイタン。さあ、ナイスホグだ。このホグはポイズンタワーを吸っていく、そしてリクスケルトンも吸っていく、うまい。下からラバルですね。で、ロイヤルチャンピオンの、なるほど、ロイちゃんを出したいので先にリクスケだったりポイズンタワーの解除をやってったってイメージですね。エアスイーパー固めつつ、レイジをかなり浅めに置いて、これロイヤルチャンピオンにも巻き込むような形。逆サイドはキングキングでぶつけてましたね。さあ、バルーンをやりつつ、呪文が、クイヒノルトがね、そんなに火力の高いところを通してるわけでもないので、レイジの方が2枚ラバルに使えてます。さあ、タウンウラトルネによってバルーンがどんどん巻き込まれていくんですけど、隣に流したこのロイヤルチャンピオンが強いですね。ラストフリーズあるんですけど、これは投石に打ってって形になると思いますが、フロスティのフロスティービームもマルチ IT に当たりつつ、ロイヤルチャンピオンブーメラン残し、最後まで届いていっての前回バーサス。いや、うまいな、このクイヒールートの生かし方。うまーい。もうちょっとだけね、いくつか見て終わりにしようかなと思います。アタックの質が本当に高いですね。やりか。さあ、そしてね、面白いものを見つけてしまったんですけど、スタドラがね、スケルトンインビジブルやってますね。スマッシュが出てきませんね。ゲイン部、ちょっと僕も初見なんで、どうやって、出るのか見ましょうか。まあ、マルチか、モノリスを追ってくると思うんですけど、まずはどっちの選択か。兵器はシューターセットしてますね。おお、上からシューター、まずはシューターセットして時間を、あ、来た、成功するのか。うわ、テスラ森だ。さあ、マルチクランジョーの方なんですけど、成功していく、成功させました。テスラがただ5本と出てきてますね。なので、まあ、ちょっと折ったんだけど、そこに結局バルーンが向かわなきゃいけない形になりますね。さあ、ゴレタゲさせつつ、キングをイーグルへ、クイーンをマルチ投石、あ、投石じゃない、対地クロスの方に入れたいみたいなイメージになってますね。さあ、このゴレマイト、リクスケにちょっとだけ入ったので、勝利が。いいね。さあ、キングはキングにぶつけてストライカー合わせつつ、イーグル方も突破できて、今のところすごくいいスーサイドができてますね。さあ、クロスまで行って真ん中のテスラの方までクイーンで触れますよ、これ。シングルとかこの辺をルート整備のようなイメージでロイヤルチャンピオン、対空砲とかもあるしね。クイーン、クイーンで、これクロークでクイーンまで、いいよ。テスラの方もこのまま中心取れつつ、このテスラ2本取れたの熱いな。さあ、ポイズンタワーは取れなかった。このクロスは降りたかったな。サイドカットさせてベビドラ刺したいようなイメージになってますね。タウンラバル。削りがすごいね。いいよ。いい意味でスタドラっぽくない展開が作れてます。さあ、ロイヤルチャンピオンも、これは、結構伸び伸び。ロイヤルチャンピオン能力がまだ残ってるんで、ここはモノリスオール切って。ディギー間に合うか？間に合っていく。ディギー強。そのディギーでクロスまで降り切れました。さあ、裏からまだラバル残して、ヘイストバルーンを、中心か投石か合わせてくると思うんですけど、まあそうですね。中心部の方にバルーンを合わせて、モノリスの方がちょっとね残ってしまってるので、
結構つらめにはなってるんですけど、まあラバーハンドまだ残ってるし、フリーズ1枚ありますね。このまま潜り込ませてラバ先行立ち取れば全開ですね。いや、うまいっすね、意外と。あんまりね、見なかったですけど、こういうナビっていうかグリーンウォーカーズ自体はね、こういう攻めをほとんどやってなかったですけど、もともとねマッシャーになる前はラバル使いでしたからね、意外と。うん、バーサス、さあ最後見ていきたいと思います。森尾さん、予選で全開率が一番高かったみたいですね、やりかで。サドラが森尾さんにキャリーされましたって言ってました。さあ選択は61のスーパーネクロ。おお、ちょっと見逃したけど、ハイチクロスとモノリスと、なんだろうなこれ、なんかです。はい、なんかが壊れました。祭壇が1個入ってて、タワー、レイジタワーか、普通にレイジタワーだ。レイジ怒ってんじゃんですね。さあオデヒーとシューターをセットしていきつつ、迫撃のターゲットをね、あ、いいですね、しっかり取れましたね。お、いいよ、時短でクイーン出しつつ、迫撃のターゲットをしっかり引き受けてるので、その隙にシューターが、うん、届いていって、スーパーネクロ展開していきます。バルーンが5体とちょっと多めですね。さあ、ここ、リックスケルトンしっかりないところ、出てくるとね、シューターの方向いちゃうからね。さあ、バルーンかなり厚めに当てて、このバルーンでイーグル砲を見ていこうというプランですかね。少し逸れてもいますが、バルーンイーグル砲に向かってる部隊もいます。さあ触っていきつつ、キングをサイドカット、エイジを置いて誘導。さあイゴレ、ウォールブレーカーも角度つけてボムターの方へ。この辺のウォールブレーカーがね、うまいっすね、うまいし得意としてるプレイですね。さあウォールブレーカーはもうないので、ジャンプで中心部ここにかけてくる形になるのかな。キングをしっかり外周部流したことによって、このスーパーネクロたちがしっかり、このルートめっちゃ綺麗だな、うまっ。さあフィストで外周部走らせて、中心部まだトームネタウンホールのところまで残してますね。イングリンフェルノなんですけど、まあビッグボーイが死ぬ分にはそんなに影響はないのでね。さあここでトーム、クイーン向かったビッグボーイシングルからの守りつつ、タウンホールの方も守りつつ、シューターが投石の方までギリギリ一発打ってくれれば、まあ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 、タウンホールの方までシューター届きつつ、ここからロイヤルチャンピオン裏に当てていく。しっかりねタウンポイズン受けないようなギリギリの角度で出しつつ、シューターギリギリ入ってますね。テスラ向かってたやつなんですけど、穴開きましたね。まあ関係ないけど、ぶっちゃけ。さあユニットめちゃくちゃ残っての全開、うんまバーサス。はい、というわけでね、今日はねヤリカの紹介でした。昨日のねチャスマック E8 のね紹介も合わせて見てみてください。ウォームアップトーナメント勝ち上がった日本クラン2つ目になります。はい、まあ、この結果ね4クランかな、日本から出場する形になりますね。この後のね2月の11、12っていうところでグループステージが行われて、18、19と決勝トーナメントのプレイオフが行われる形になります。まあ、このメンバー、まあ、両方ね昨日と今日と紹介したんですけど、かなり豪華なメンバー日本クランから勝ち上がっております。メンバーだけ見てもめちゃくちゃ強いですね。うん。まあ、昨日も言ったんですけど、12日とね、19日の方でね、配信できるかなと思っておりますので、ぜひ応援に遊びに来てくれると嬉しいです。はい。というわけで今回こんな感じで終わろうと思いましたので、よろしくお願いします。